Oh, yeah, that's walking the dog by Rufus Thomas, Mr. Rufus Thomas. Yeah, what's that? What's that, huh? And we got a guest here. This is a special guest from Surfer's Journal. Yeah. Nishka Meri-san. Yay! Hello! Eri-san, you're in Japan, right? I'm just coming back, just about. Well, every time, Eri-san, あの、今、バリですよ。今、ハワイですよ。そういうのばっかりだね。いいね。サーフィンばっかり行って、世界中旅してね。そうですね。ねえ。But you look healthy. でしょ？ねえ。Yeah, yeah, yeah. Pretty good, man. Yeah, thank you. So what do you do for Surfer's Journal? What do I do? Like distribution? Yeah, distribution かな。Yeah. I used to translate.あと翻訳も前やったけど前やったけどね、ちょっとね やんなくなっちゃったよね。バリとかいっぱい行かないといけないんで。そうなんだよね。忙しく行かないと、ね、忙しくなっちゃって。ちょっとね、なんでさ、出来上がってこないかなと思って連絡取ると、あ、忘れてた、今バリなんて。それはない、それはない、それはないです、うん、それ、はい、ジョージさんじゃないからね。いやいやいや、ずっとそういうとこ行ってサーフィンしてるでしょ。サーフィンしてる、ね、うん、最高ですよ。でもこういうさ、サーファージャーナルのこういう雑誌見て、これ新しく印刷になったの見た？見た。よくなったでしょ。最高。そうね、ほんとね、ね、いいね。で、ユウはこの雑誌のどういうとこが好きなの？私さ、もうさ、この雑誌もめっちゃ昔に、まだ日本語になってない時から、なんかほらさ、日本語がちょっと挟まってるみたいなやつあったの知ってる？ああ、ちょっとだけ訳してたやつね。そう、あの時から読んでて、やっぱりなんかその知らないサーフカルチャーとか、知らない、もう本当に誰も行ったことないようなポイントとかさ、そうだよね、そういうのがこういっぱい出てきて、めっちゃ面白いなこの雑誌と思ってたんですよ。そうしたら知らないうちにそこにヘルプしてたんだよね。そうこの雑誌ではそういう知らないポイントやさ、そういうポイントどうやって見つけたかやさ、本当にどうやって見つけたんですかこれ、こういうの読んでると70年代のサーファーはどうしようもないやつばっかりだよね。そうだね、あの有名な G ランドとポイントを見つけた人全員あのローヤー入れられてんだよね。10人ぐらい、ね、そうだね、そんな感じで、どうしようもないサーファーってね、昔は最高、今はもうみんなね、いい子になっちゃったけどね。そうだね、いい子だよね、最近の子はね。そうなんだよ ね学校もちゃんと行くしね。そう、うん、あのプロのサーファーもちゃんと運動してるじゃん。ちゃんと運動してる。他のサーファーはそういうことしてなかったからね。そうだったよね、本当にね。でも今はじゃあ日本に住んで海外ってどのくらい行ってんの？海外はだから冬は寒いんで、うん、もうちょっと日本にいたくないから、ないから、はい、だからまあ1月2月3月ぐらい、3月暖かくなってから帰ってこいかなみたいな。そういう向こうでも仕事できるって素晴らしいね。できる最高っしょ今ね。ね、今はあの実はこのリモートになってやりやすくなったもんね。いや間違いないです、もうだから海外行ってもそんな人ばっかりだよ、うんうん、最近向こう行って混んでない？そういう人ばっめっちゃ混んでるね、すごいよ。今もうバリはロシア人だらけで。あ、ロシアの人ってほらみんな逃げちゃったんだよね、ロシアからね。戦争行かないといけない仕組みにいたら、うん、徴兵か。そう、なんだっけ、そのヨーロッパとか行けないから、アジアしか行けないみたいで、もうバリはもうロシア人だらけになって。へえ、前さ、あのロシアのお金持ちがバリに来てるっていう記事も昔出てたんだけど、あったでしょ。あったわ、ね、私それなんか翻訳したんじゃないかな。そうだよ、うん、でもハイヒール履いて海岸来てたって書いてあったんだけど、そうだ今のロシア人はもう違うでしょ。いやもう老若男女を問わずもう全員来てるよ。ほんと、もうすごい。でもサーファーいるの？サーファーめっちゃいる。ロシア人の、うん、すごい邪魔だけど。あ、そっか。邪魔だけどって言っちゃった。どう入ってるの？いやなんかすごい勢いで突っ込んできたりするわけよ。あ、そうなんだ。すっごいでかい波とかさ、もうさ、なんか体がでかいからさ、いけちゃうじゃん、勢いだけで。でもなんかもうすごいでかい波、ドーンみたいな感じで上から降ってくるっていう。でも彼らってほらそういうカルチャーがロシアにないから、ないから そうなの。そういういろんなルールみたいなの知らないんだよね。そう、危ないのだから。ただ突っ込んでいくだけなんだよね。超怖いよ。じゃあバリで初めて、それでルールも知らぬまま。そうそうそう、体の大きさと勢いだけでとりあえず行けますみたいな。そうなんだよ。あのアメリカでもそういうロシアのマフィアは割と怖いから、もうバリにもマフィアなんかいるの、ロシアの。いるんじゃない？いるよね。あんだけいたらね。ねえ。面白いよ、でもいろんな人がいて、ね、危険だけどね、ちょっと危ないけど。どう入ってんのバリで？私はね、友達がチャングって西側の本当にいる、結構たくさんいるから、まあ、友達もいるし、そこにステイしてることが多いから。チャング僕入りましたよ、昔。本当、うん、
何もなかったでしょ昔って何年前だって俺パタンパタン入った時に5人だもんあーやっぱ5人だよマジですごいね信じられないねもうパラダイスだね、うん、でももう行ったら怖くて入れないよいやまあ、あとそのお腹はどうにかならないあ今日ビール飲んでないの今日ちょっとまだ今日はあの、ま、ほら番組中だからね一応隠して飲んでるんだよちゃんとね隠して飲まないとダメですから社長もここにいるからさラジオ局もそうちゃんとしてるねうんねじゃあもうこれじゃあので今これからも翻訳はもうやんないのいやまあやってもいいんだけどね、うん、ちょっとねいろいろ忙しいんだよ今忙しいのなあもう遊ばないといけないし仕事もしないといけないし、 ねいろいろねやることがあるんですよハワイに遊びに行こうと思ってハワイ大学行って遊べなかったからねそう大変だよね遊んでましたなんとなくこうねすごく羨ましいエリさんの話を今聞いてるんですけど、うん、あのエリさんのプロフィールとかご紹介ちゃんとちょっと知ってくださってなくない？ああ、じゃあちょっとプロフィール自己紹介していただけますか？自分でさせるんだ。だってさ、これどうやって言うのこれ、ねまあ、そうだね、そうだね。さっき私ね、あのキーンのでは何をやってらっしゃるんですかってぜひエリさんに聞いちゃって。キーンは履いてるんですよ。履いてる履いてる。あ、お揃いなんです。そう、お揃いです。キーン、あの今日はあの。うんエリさんはグレーを履いてらっしゃるでもさ、ね、西海エリの紹介するのすごく難しいよねな何やってる人なのちょっとあのじゃあエリさん自己紹介今すだってマサージチャンネルのお手伝いもしてますし、はいまあ、あと自分でまあもともと水着を売ったりあと、ね、今はちょっとあの、まあ、ナチュラルな日焼け止めをこうオーストラリアで作って輸入して売ったりとか、まあ、その海サーフィン関係のものを売る仕事もしてるし、うんあとは、まあ、基本暇人を職業といいな暇に任せて宇宙人の研究とかね宇宙人で言われてるね最近ねあそうなんだそうなんですあのよくインタースタイルによくブース出してたけどさ出してた最近来ないもんねいやだってちょっとコロナでねバリから出れなかったってことそうバリから出れなかったんでちょっとやめてましたご出身は関西ですか関西なんですよそうやっぱりねそうなんですすいませんどうやって分かったのえだちょっとねちょっと出てあのはいちょっと出てましたね今関西って言ったから完全に関西弁になっちゃうわねえおねえなっちゃうねなっちゃうんですよ言われたらいや言われたらなっちゃう言われたら思い出すねあそうや私関西人やったわえでもじゃ あの水着を販売されたりとかそういうあのナチュラルな日焼け止め今もじゃあそれはやってらっしゃるあ、はいまあ、なんか何でもやって、ねね、でも最近あれだよねあのサーファーズジャーナルのパーティーに出席しなくなっちゃったもんねいやそうだからねちょっとねあの私がいる間にやってくださいあそうだ ね、 だってね日本にね編集長 に、 編集長に、ね、勝手に自分のスケジュールなくてねエリさんのスケジュール私のスケジュールに合わせてもらえれば全然行きます、ね、サーファージャーナルみんな同じような人がなんか作ってるじゃんそうでもじゃあこれ靴履いて歩いてみたこれこれめちゃめちゃ気持ちいいね気持ちいいでしょうねそうすごいなんかこう雲の上を歩いてるようなそう、ね、そうあそれいい表現だねふわふわしてだけどちゃんと地に足がついてる感っていうのがあってすごいこれ何なんですかそうでも西海岸っていつも雲の上歩いてる感じするんだけどこれを履いてようやく地に足がつきました、ね、地面に足がついたって感じね、はい、そうでもな本当にあのこのキーン の、 あのこのスニーカー WK400、うん、これはなんかすごいあの新鮮な感じで外が歩けるそうすごいなんかもう足もしっかりこうガシッとこう包み込んでくれてなんかこうフィットがめちゃめちゃよくってさらにこう雲の上を歩いてる感じ、うん、ねそんな感じね、はい、ありがとうございます今日わざわざバリからこのために帰ってきてくれてそうですよ ありがとうございますそうそうこのためにこのために帰ってきたんですか、ね、ありがとうもう一緒よWonderful as ever. Yeah, well, thank you so much. Thank you very much for coming. This is Life is Key. We're going to be continuing with some music. Here we go. Thank you, Eddie-san. Thank you.